振り込め詐欺の手口をテンポよく紹介されており、お聞きになった方に自然と注意喚起を促すようなものになっているというふうに思います。この親しみやすく覚えやすい3局を防犯ネットワーク会議や茅ヶ崎寒川犯罪ゼロ推進会議、高齢者宅の個別訪問、老人会の防犯講話などで有効に活用させていただきたいというふうに思っております。さて、それでは正義のアロハをご披露いたしたいというふうに思います。ギターを弾いていただきますのは作曲を担当されました矢口一郎様でございます。またボーカルをされるのは作詞を担当されましたペコ様でございます。そして正義のアロハにはフラーの振り付けもついており、一つ一つの動きに意味があるとのことですので、そちらにもご注目いただきたいと思います。踊っていただくのは白沢エリカ様、桜井真理様でございます。それでは皆様どうぞよろしくお願いいたします。できれば一郎です。ペコです。ゆくめさゆきボコメス。